こんにちは、ステレオカメラの相場です。今回ご覧いただいてますレンズはライカの、広角レンズエルマリート 21mm の、第2世代になりますね。はい、ライカの 21mm というと、スーパーアンギロンが有名なんですけれども、その後続という位置づけですね。スーパーアンギロンは、あれですね、シュナイダー製のレンズだったわけですけれども、エルマリートは、まあ、純正のライカ製ということになりますね。ご覧の通り、エルマリート 21mm F 値が 2.8 ですね。でもって、シリアルが3363611ですので、1985年ですね。はい。製造の、ドイツ製のライカ、エルマリート 21mm ということになりますね。80年代に入ってから、作られたレンズなんですけれども、まあ、80年代になってですね、ようやくライカ純正の 21mm がこう出てきたという感じになりますね。若干後ろ玉がこうはみ出てるというか飛び出てるんですけれども、スーパーアンギロンほどではありませんのでですね、ですね、21mm、あれですね、ライカの M5 とかですね、CL とかにもですね、そのまま使用していただけますね。露出系の素子に、21mm のあの、スーパーアンギロンの場合は、干渉してしまうんですけれども、こちらはですね、問題なく使用することができます。でもって、スーパーアンギロンはですね、M8、M9 とかですね、のデジタルカメラで使用すると、周辺がですね、非常に赤かぶりするんですけれども、このエルマリートは、スーパーアンギロンほどは赤かぶりはしないですね。はい、綺麗に撮ることができますね。でもちろんですね、ライカ M タイプの240とかその他のデジカメでもこの後ろ玉が干渉することなく問題なく使用していただけますという感じです。はい、じゃあですね、外観の方から見ていきます。外観はですね、ご覧の通り、黒強度の85年製なんですけれども、擦り傷、当たりへこみとかですね、塗装の剥がれとか、使用感、劣化はほぼ見られずにですね、かなり綺麗な状態と言っていいと思います。フードの跡なんかもそれほど見られずに、塗装の摩耗ですね、ほぼ見られない綺麗な状態です。こう、滑り止めの部分もですね、下地が剥がれて見えたりとかはしてないですね。赤ポチもありますし、あとはですね、このフィートのメモリが黄色ではなくて赤で描かれているちょっと珍しいタイプのバリエーションらしいです。はい、こう正面から見ていただいてもですね、落下して歪んだりとかですね、どうかにぶつけて傷ついたりとかした後は見受けられません。はい、マウント部も綺麗ですね。はい、油汚れとかおかしな汚れはないですね。はい、でもってレンズもですね、もちろん前玉後ろ玉ともに擦り傷、引っかき傷、コーティングの剥離や摩耗などなく綺麗な状態ですね。はい、ご覧のような感じです。もちろん中玉にも曇りとかカビとかバルサム切れは見当たらない綺麗な状態ですね。はい、まあ、80年代のレンズですので、それほどオールドレンズというほど古くはないのでレンズも綺麗な状態です。はい、素材の劣化なども見られないですね。はい、大変綺麗な状態だと思います。もちろんですね、こう絞りも滑らかにスムーズに動いておりますし、羽に痛みとか油の汚れもないですね。ピントのリングも滑らかにいっぱいまで動いております。グリス切れのスカスカ感とかですね、固着して動くムラがあったりもしないです。はい、
付属品がこちらのリアキャップと手元キャップですね。はい。で、さらに、この純正の、こちらも純正の、はい、21ミリ用のフードが付いております。はい。こう、挟み込み式で爪が付いておりまして、こう付けていただきますね。はい。で、もってですね、ここの、サイドにですね、この突起が見えますかね、ありまして、この溝に合わせて装着していただくという感じになります。はい。あとは、こちらの、社外製ではあるんですけど、丸みのフィルター、こちらをお付けいたします。こちらがですね、MC1B と書いてあるんですけれども、やや、ちょっと見えません。ちょっと見にくいですかね。ややですね、薄くマゼンタが入ってます。はい。なんで、スカイライトフィルターと同じように思っていただければいいんじゃないかなと思いますね。モノクロ撮影であれば、このまま普通にお使いいただいていいんですけれども、カラー撮影をする場合はですね、若干マゼンタが入りますので、気をつけていただければと思いますね。はい。この、フィルターをつけたままでも、はい。ちゃんとフードつけられますんでね。はい。で、その上から、も、はい。ちゃんと、キャップもつけられますね。はい。で、もってさらに、こちら、21ミリのライカ純正ですね。の、ファインダー、こちらもお付けいたします。かなりピカピカですね。使用感ぶつけた後とかですね、この、ファインダーのガラスに、傷みなどは全く見られない、かなり綺麗な状態です。かなりの備品と言っていいレベルですね。はい。でですね、プラスチック樹脂製と、この金属製があるんですけども、こちら金属製ですね。こちらの方がかなり人気があります。はい。で、こちらの革ケースですね。こちらもお付けいたしますね。この、フィル、ファインダーの、箱が、こちらついております。ファインダー、ライカですね。純正のものです。中にこのスポンジとかも入ってますので、このまま、こう、すっぽりと、収めていただけます。はい。という感じでですね、大変いい状態の、ライカの純正、21ミリ広角レンズ、エルマリーと21ミリの、前後キャップとフィルター、純正フード、そして、ピカピカのかなり備品の21ミリメタルファインダー、こちらをお付けいたします。はい、ということで、ぜひお早めにチェックしてみていただけましたらと思います。以上です。